チャリンパーツの写真集見てくれました？危ない。皆さん、マチャリンパーツの写真集、奇跡と出会った時届いた？みんなマチャリンだ届いた？マジで良い。本当？もうちょっとみんなつぶやいてほしい。なんかね、思ったの私まだ写真集と関係ない話、卒業してからエゴサでなんかその皆さんのコメントが少なくなった、投稿が少なくなった。でもね、自分分かってて、それファンクラブで、みんなファンクラブで返信してくれてるから投稿が少なくなったの。両方つぶやいててね。パンダ丸さんから虹ありがとうございます。虹いただきました。なんかこだわりを感じるうん、こだわりが、まあ、あるのね。セレクトも、まあ、一旦自分一回全部目を通して、好みの写真でなんとなく選んで、でもちょっと NG っていうか自分の好みじゃない顔とかは NG 出して、で他は構成を組んでいただいて、構成を組んでいただいて、セレクトを組んでいただいて、でまだちょっと差し替え、私はこの写真がいいとか、この写真やっぱり入れたいとか結構あったので、最後の一冊になってるはずです。お渡し会も待ってます。差し替えお渡し会も待ってますね私の8月のスケジュール、あ、そう、あ、リトリンクも更新しないといけないんだ。今思い出した、写真集届いた、写真集届いた日から、枕元、ちょっと読み方わからないに置いて一緒に寝てます。最高すぎます。ありがとう、ありがとう。本当にたくさんの方に見ていただきたいな。すごいいろいろ頑張りましたまだ写真集手元にないんです。おお、配送業者どうですか、どこから注文したんですかね、場所によって違うんですかね。お部屋に飾ってます、飾ってください。写真集順に届いてます、順に待って、ちょっとあの順読み方わからない、ごめんね。届いて拝見しました。一人で、結構どう、私の写真集。なんか今日も取材で、そう、なんだろう、取材して、ごめんね、ちょっとちょっと眠いから、今日はちょっと多分話がうーんってなっちゃう。なんか、なんだろう、脳が回ってない、眠い。2日間くらい睡眠時間がちょっと短かった、昨日も一昨日も家に着いたのはめっちゃ遅かった。ちょっと眠い。そっか、発売してからまた2日間だ。ワイマズさんからお疲れ、ありがとう、ありがとう。ワイマズさんいつもありがとうございます。おー、皆さんのご感想たくさんつぶやいてほしいな。特設サイトのメッセージね、特
特設サイトのメッセージちゃんと指定したのは多分指で数えられるくらい少なかったんですよ。びっくりしました。意外とみんな何も書いてないなって。本当に数人しか数人かこういう風にのメッセージ欲しいみたいな、うん、めっちゃ少なかったんですよ。実際ちゃんとこれ書いてほしい、多分2人くらいしかいない、結構みんなその空白だったのと、あ、1個思ったの、え、結構、あ、なんだろう、みんな、まあ、自分もショールームが少なくなったのもそうですけど、やっぱりね最近この4ヶ月間、卒業してから4ヶ月間ね、ファンクラブに入ってない方との交流とファンクラブに入ってる方々の交流頻度は全然違うなと思った。オンライン話し会もファンクラブ限定だし、ワンオンワンもファンクラブだから、なんかおーまだ厚木でいてくれてるなってちょっと思いました、サインしながら。うん、最近はファンクラブがずっとメインだったね。写真集用のハッシュタグ何か決めます？奇跡と出会った時です。こちらぜひたくさんつぶやいてください。ファンクラブに入ってないあずき、まあまあいるの、ちょっといるよ、ちょっといる、ちょっといる、そこのあなたそこのあなた、うん、ちょっといる、もうちょっと来てほしいな、なんか SNS よりファンクラブちょっと、まあいい意味でも悪い意味でもちょっとうるさいかもしれないけど、お得かもしれないけどよかったらぜひ見てほしいな、来てほしいな。私の8月のスケジュール、お渡し会3回、それとパミとのコラボグッズ、コラボグッズイベント、パミとビレッジヴァンガードさんとのイベントも一個あって、それも写真集も もあるけど、そのマチャリンの写真集とパミとビレッジヴァンガードさん、だから一応写真集もご購入できますので、よかったら。そして昨日発表しました、マチャリなんと8月1日カンコレに出演することが決定しました。あ、嬉しい、久しぶりのランウェイだよ。4年半、4年半ぶりのランウェイ、4年半ぶりだよ、人生2回目のランウェイです。本当にもう出演が決まった決まってから本当に実感がなくて、それこそこの前行った、そのこの間マネージャーさんと歩いてて、そのなんだろう、発表はいつなのかも分からなかったんですよ。発表まだですか、まだですよねって、全然実感ないですよ、カンコレ出る実感全くないんですよ、まあ、そうだよねって、実感がないからまだダイエットしてないんですよ、しろ
みませんすいませんランウェイおめでとう、ありがとうありがとう、みんな見てね、みんな見てね。あ、待って、シギタンから生きがい、生生姜豆乳生きがい、ありがとうございます。遅くなりましたねえ、マチャリンが看護れてるの、あの多分あの現場じゃなくても見れると思うので、よかったらよかったら、あの8月はちょっと遠征してくださる方、ちょっと、ね、ちょっとイベントが多いので、大阪はあの皆さんお財布とご相談してください。あのカンコレは大阪です、ちょっと距離あります。が画面越しでも応援してください。それか、そうですよ、そうです、だから私がやばいやばいちゃんとダイエットしないと、ね、なんだろうね、写真集撮影終わってから全然ダイエットしてなくて、全然じゃないけどまあまあダイエットしてなくて、ちゃんとダイエットしないとってなって、ありがたいお話だから、自分が一番自分の好きな一番綺麗と思う状態でいきたい。カンコレでもいまだにちょっと実感がない、そんなにない。私多分環境に慣れるのが早いけど実感湧くのが遅いと思ったの環境になるすぐ慣れるのね、環境にはまあまあすぐ慣れるけど実感はまだないんですよ。かんこれてるんだ、いや本当にありがたいお話だから、自分のちゃんと体重と体調管理して本当に体大事だなって思って、もしかしてカンコレから私会までずっと大阪にいるよ。いやいやいや、あの4日にあの渋谷4日に渋谷のお渡し会あるんですよ。あの渋谷のお渡し会がなかった、いや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 、さすがにさすがに ホテル代高くない1週間だよ、ちょっと高い。8月マックスで5回会えるチャンスあるの？そうだね、でも1回目は喋れない、遠い距離、遠い距離って感じ。すみません、私会の日程勘違いしました。あ、でも4日だったら、4日だったらね、そのままずっと大阪に行ったんだけど、ちょっとね、1週間でも大阪1週間でも観光、一人観光ちょっと寂しいな。でもお渡し会は10日だけどちょっと早めに大阪行く、観光で終わってでもちょっとゆっくり、ゆっくりではないけどちょっと大阪滞在、ちょい大阪滞在、
本当に最近ありがたいお話が多くて、最近割といろんなところ行ってるかも。ありがたいお話が多くて、まだあずきに嬉しいお知らせあと2つくらいかな。秋頃はほぼほぼ決まったのは、もうちょい先かな。他はまだ自分の努力次第かな。パンダマルさんからめっちゃ可愛い、ありがとう、いつもありがとうございます。8月頃結構ハードスケジュールだな。そうだね、悪いハード準備が多いかも。準備とか、これ何、あ、ラジオはラジオ、あ、でも7月今月ラジオまだまだありますよ。今月ラジオで、来月もラジオと、ああこれか、具体的に何すればいいかわからないな。あ、でもこれでことは秋、あ、わかんないな、ちょっとスケジュールだけ見ててわからないんですけど、でももう8月のスケジュールはもうポン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 って入ってる。ありがたい。いやいや、人生で一番忙しかったのはいつかな。ね、去年の秋、去年の10月、去年の10月のスケジュール見る？めっちゃ綺麗に、めっちゃ綺麗に休みない。あ、ちょっと待って、えい、これ広告どうやって、えい、よし、すごかった、これ見せていい？そう、これと、今思えばこれは一番なんか忙しいっていうか、なんかその企業だったらもうちょっと楽だったかもしれないけど、企業だから全力で死ぬ気でやってた。死ぬかと思った。寝てなかった。もうあれも半年以上？半年以上だ。まあまあ最、まあちょい最近だと思ってた。なんかこの半年間早すぎて、舞台、コンサート舞台の時期だったのね。2週間さつづむって感じで、もう本当に舞台出ててリハーサル行けなくて、その翌週コンサートで、コンサートの準備をしてたから次の舞台の稽古行けなくてボロボロ。あ、でも本番はボロボロじゃなかったよ。出待ち、出待ちじゃないわ。そのちゃんとその出番とかもね、セリフもね、一回やっちゃったけど、あれはやられた、セリフやられたから、ちょっとやられたから、急にアドリブ入れないで。やられたからちょっと一回やっちゃったけど、アドリブの個性が強すぎてついていけなくて、どうすればいいだろうって考えちゃったら、セリフ飛んじゃって、もう人のせいにしてる。アドリブが悪い。あ、ちょっと違ったけど、今回はね、普通に無事に舞台終わって、
でもこの半年間っていうか今年は早すぎて。早かった。一瞬2024年私どうやって過ごしたんだろう。あ、ここで時間見てたら過ごしちゃったっていう。うん、忙しかった自分が小豆になったからの話。あーとか。でもね、去年の秋頃と負けないくらいバタバタしてたのは2018年の秋頃でした。あのザ・ダブル、ザ・ダブルというテレさんの、女性芸人オーディションがあって、そのザ・ダブルとあのまじむり学園っていう AKB のドラマと舞台があるんですけど、その舞台とかぶってて、時期かぶってたから、あれはちょっとなんかそれ、まあこれも自分が器用だったらもうちょっとそんなに大変じゃなかったかもしれないけど、不器用だから不器用だからのと、当時日本語半分くらい、今よりも半分くらい分からなかったから、覚えなければいけないものが膨大すぎて、自分の中で全然知らない言葉とか知らない知識とか全部入れないといけないっていう時期だったから、かなり大変だった。うん、2018年か。なんかね、自分の中で2018年が自分にとって一番なんか活動してた時期だと思ってて、まあ総選挙もそうですし、番組、AK ビンゴとかもう年本当に毎週のように出てましたし、なんだろう、選抜も入りましたし2018年ね、選抜にも入りましたし、先生から曲を書き下ろしていただきましたし、ね、まじむり学園ドラマ舞台両方出させていただきましたし、そのグループ以外の番組もの出演もちょっとさせていただきましたし、自分は2018年の露出は今まで一番多かったんですよ。だからずっと2018年は自分の全盛期だったって言ってるけど、そうだね、2024年25年負けないくらい頑張りたい、超えれるかな2018年の自分。2018年はまあ、大先輩たちはあのね、その注目度は当時コンサートを来てくださった方もすごい多かったから多かったりね、やっぱりビンゴのおかげで、結構その時期の私を知ってくださったことが方が多くて、あーなんかグループを卒業して一人だったら難しい
だろうなって思う。まあそれは結構現実ですけど、でもなんか今このペースで進んで頑張ったらなんかあの時の自分超えるかなってでも結局何ができるか、自分の強みは何だろうか、もう全部自分で努力しないといけないとすごい実感したこの数ヶ月間。今もうだいぶ全然盛期だけど本当？守り続けます、ありがとうございますはあ、怒涛だった。今思えばこの半年間なんかね、なんかね、一個ね、私もともとね、2022年22からその朗読劇、オミカノという朗読劇の影響で、あの未来の自分にお手紙書く、お手紙を書くっていう、ことをしたんですよ。2022年の自分が2023年の自分、2023年の自分が2024年の自分、2月にあの書いたんだけど、あの2月の20日だったんですよ、その書いた1年後の自分へのメッセージは。でちょうど今年の2月20日は私の卒業公演でして卒業公演だったので、とてもとても忙しい時期だったので書くの忘れちゃったんですよ。で気づいたらもう4月5月くらいになっちゃって、あ、1年後の自分へのお手紙書いてなかったわってなったんだけど、結局今もまだ書いてなくてでも今思えば2月と今の環境めちゃめちゃ変わったなって思います、思いました。でも今から、あ、今日はそうか、本当に眠いから今日か明日か、半年後の自分への手紙書こうかって思って、なんかこの半年間いろいろ変わりすぎて環境、あ、でもその環境というか心境、多分それはまあ AKB 卒業したのもそうだけど、それだけじゃなくて自分の心境もいろいろ変わって、活動に対する姿勢とか、まあ舞台お休みしたのもそうですし、いろいろ考えてることが変わったから、あ、この気持ちをちゃんと記録した方がいいのになってだいぶ時間だったけど、でもあの2月に書い、もし2月もし書いたら1年後の自分と、この半年経って7月に書いた1年後の自分へのメッセージはまた違うだろうなって、この気持ちをちゃんと記録して、ちゃんと記録して半年後の1年じゃなくて半年後の自分に届けたらなと思った。だって1年前の自分が書いたお手紙読んだらびっくりした、あ、こんなこと思ってるんだ、こんなところ頑張ったなとか本当にびっくりした。なんだろう、なんかいろいろ変わった1年間だけで、なんか今日じゃなくてこの間もなんか急に
情勢のことを思い出して、初めて情勢って言った時のことを思い出して、あれ去年の3月だよ、まだ1年半も経ってないよ。でも自分の中で多分4年前くらいの感覚だったなって、割と最近だったか。なんか意外とこの2年くらいのこと、2年間くらいのこと、なんか2年間なんだって思っちゃう。スピードが速すぎてのと、自分の考え方だったり自分の進化もう結構、変わったので、進化で進化が早かったから、これ1年半前、もっと前の気がするってなった。まさかね、みんな思わなかったんでしょ、マチャリン卒業して舞台出て写真集出して観光で出るやで。すごい、本当に観光で出るの、まだ発表の途中かな、わからないんですけど、まだ多分もうちょっといると思う。なんかちょっとまだ発表された人数が少ないんですけど、今発表された人の中で現役 AKB の先輩ならちょっといるんですけど、でも先輩は本当にもうすごい先輩しかいなくて、で現役はエリーだけなの、今のところね。実際もしも他にいたらわかんないんですけど、まだ発表されてなくて、発表されたのは今のところエリーしかいなくて、でこの間劇場で会ってサインしに行ったんですよ。写真集の発売日にサインしに行って、でヒーワータも行って、でエリーがやっぱ同期だから会ってめちゃ嬉しくて、ヒーワータと写真撮りたいみたいな感じでエリーとちょっと話したんですよ。実は3週間後共演するの。なんで？カンコレ。ひぃ！発表は昨日だったから、エリは知らなかった。それはそうよ。そう、エリだけかな、今発表されたのは現役メンバー。本当に先輩はもうすっごい先輩しかいらっしゃらなくて、もうすごい方々のね中に自分がいる。とね、人生2度目のランウェイ、はあ、頑張るで。多分ランウェイのレッスンもちょっと行きたいな。劇場ロビーにサイン行くね。でいつ AKB 劇場のステージに立つんですか？ちょっとなんかね、劇場に行ったらちょっと自分も気になってちょっと聞いてみたんです。これどんな人が出れるんですかって聞いたら、やっぱりその公演に結構なその代表的関わりのある方、まあそうですよねって、オリジナルメンバーかほぼほぼなんかそのちょっと代表的な人物で、昨日佐藤出てたんですよね。まあ佐藤は昔研究生の頃この公演で出てたからって、松井だったからって、そうですよねって。マジリンはまだ僕隊踊れるんですよねって言われて、おやおやおやって思って、
今週まではあの踊れるんですよね。うん、まあ頑張れば頑張れば、向こうもあいや呼んでないよみたいな顔してまあ今週までは僕たちだけねみたいな。以上終わり。終わり。以上です。以上でした。でもまだ早かった。それ言われたの。まだ卒業して4ヶ月くらい？まだそんなに時間経ってなかったんですよ。全然時間経ってなくて、まだ卒業したばっかりだけどねって言われて。そうですよ。あの毎日掃除はされてると思うんですけど、あのこのステージに私の汗の痕跡は多分どこかに残ってるまだちょっと汗の痕跡残ってると思いますで、ひーわーさんが隣で、じゃあ私のなんか残ってるかな、なんかちょっと DNA とか、いやもう残ってない、もう残ってない。ひーわーさん卒業者2019だから4年以上、ほぼほぼ5年。あ、もうない。DNA はもう掃除された。私はまだちょっと残ってるかもしれない。どこかで。このステージのどこかで。もう。ああ、ただ恋。戦いは踊りたいな。写真集発売日の日に行きたかった。うん、うん、だいぶ前6月くらいかな、もう予約したよ。この日に劇場行きます、いいよで何時何分までならいいよって。今度は爪痕残さなきゃDNA じゃなくてね。なるほどね。お前どんな張り合いよ。いや多分私の汗の痕跡はまだ残ってると思うけどな。まだ4ヶ月半。でもね、やっとあの公演、新公演見れた。めちゃめちゃ良かった。でもね、最後まで見れなかった。最後、一番最後までなんかね、リハーサルの時に私たちがまだロビーでサインしてて、あの瀬戸り昔一瞬見たのね、この公演が始まった時に見たけど、でロビーでサインしてて運命の歌が流れてたんですよ。リハーサルだから、向こうがリハーサルしてて運命の歌が流れて、待ってめっちゃ好き、めちゃめちゃ好きって思って、絶対見たいって思って、でも私時間はちょっとやべえかもって調べたら、アンコール2曲目最後からこの公演全部下、あの最後から数えたら2番目、ふーってくーもうほぼほぼちょっと本当に時間ギリギリなっちゃうけど、ひーわたにどうしてもこの、だってさもう残り1曲でこの公演全部見れるので、もともとはアンコールが、アンコール前はもう私ラジオがあったから、アンコール前はもう劇場出る予定だったんだけど、アンコールの2曲目聞きたいからってひーわちゃんに相談して、でひーわちゃんが、私アンコールの1曲目聞きたいって言ってくれて、本当なのか合わせてくれたのかわからないんですけど、アンコール2曲目聞きたいからもうちょっと言っていい、アンコール1曲目聞きたい、本当わかんないけど、アンコール1曲目は AKB 参上本当に聞きたいんだ、うん、
で運命の歌を聞いて急いで移動した。さすが大親友ね、優しい。もうちょっとゆっくり話したかった、もうちょっとゆっくり話したかったけど時間がなかった。じゃあ劇場の座席にはあずきたちの汗が残ってるかね。あー確かに。でも劇場はリニューアルするよ。劇場にリニューアルするからどうだろうな。まあ、みんなの DNA は絶対あの空間のどこかに残ってると思います。待って、私眠すぎて何喋ってるか分かんなくなっちゃった。まあ、みんなの DNA、うん、私の汗の痕跡とみんなの DNA。 怖い怖い怖い、細胞が。どんだけね、どこまでリニューアルするんだろう。あ、でもちょっと聞きました、ちょっと知りました、ちょっと知ってます。5日前に劇場入ったので、あずきの汗は絶対残ってます。いや、こっちは踊ってるから、踊ってるから汗が落ちてると思うんですけど。マジかいいな。うん、ちょっとはちょっと聞いた。でも実際どれくらい変わるかは分からない。マネージャーさんが、あ、これこうこうこうなるよ、こうこうこうなるよって言った。うん。リニューアルの後に何かのタイミングで一回見に行こうか。ちょっと新公演も気になる。あの次の新公演も気になる。でもこの間の声めっちゃ良かったな、めちゃめちゃ良かった。うん、そう、メンバーがサイン書いた壁たちどうなるんだろう、自分も気になる。それ聞くの忘れちゃった。聞くの忘れちゃったけど、でもサインしたってことは、壁もリニューアルされるんじゃないって勝手に思う。今は無責任発言です。無責任発言です。ちょっとそれは情報ないな、情報ないから喋ってる。情報あったらもう、サイン残すんじゃない。うん、残すなら、あ、でもそれでもいい。でもね、びっくりした、あの壁じゃ見た時に少なーってなった。壁じゃ少なー、え、今これぐらいの人数しかおらんの、ってなった。ちょっとびっくりした。そっか、なんかね、公演見てて、この間の公演ね、一緒にステージに立ったことあるメンバーが少なかったの。あ、劇場のね、17、18が多かったからちょっと不思議な感覚。うん、でも本当にみんな可愛かった、感動した。リハーサルの時泣きそうになった。あのみずみんとせいちゃんのユニットめっちゃ良くて、もうリハの時にもう本当に感動した。美しい、みずみめっちゃ可愛かった。推しメンになった私の。
かわいい、マジでかわいい。声かけたの、リハ終わってめちゃよかったよ、ありがとうございますって言ってくれて、あ、マチャリンだけど、あーってみたい、私のことまだ覚えてる。なんかね、メンバーと会って、え、私のことまだ覚えてるんですか、覚えてるよ、え、みたいなリアクションされた。あ、姉さんとか、え、覚えてるよ、覚えてないのってやばくない。でもね、嬉しかった、私がいて、なんか何人か私になんか私のとこ来てくれてね、ヤッホーしてくれた、嬉しかった。もうユキタもいた、うん、ユキタもいた、でもあんまりしゃ一瞬だけヤッホーくらいしか喋れなかった。せいちゃんとは喋れた、せいちゃんと一番喋ってたかも、せいちゃん、えり、みずみちゃんと喋ったのね。他にも、あー、はるぴょんさんもめっちゃ喋った。あの、目が悪いから誰かとは分からなかったんですけど、リハ終わってステージから降りてずっと私にイエーってピョン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 ってイエーってしてくれた。嬉しかった。で、ずっとね、手つないでて、これ、剥がしね、ひーわさんの剥がしね、これ、今、アイドルと手つないでるのね。あー、確かに、これは多分4万円くらいかかっちゃうんですよ。握手会。じゃあ、顔ムニムニ会は、ムニムニした。これはできん。これはできんと言われた。うん、顔ムニムニ会はできん。ダメ。もう剥がしどころか、もうできん。嬉しかった、ちょっと久しぶりに、久しぶりに劇場行けて、みんな元気そうだし、パフォーマンスも最高だった、感動した。のと、3週間後、2週間後、今あとどれくらい、本当に実感がないんだよね。あの、共演するエリーとも言った、頑張れてるからよろしくね、よろしく、あのね、よろしくね、私いつもポチだからって言って、ずっと一人だからよろしくねって。あ、でも本当にパッションショー、本当にそんなか、こんな感じだよ。知り合いがいなかったら本当に多分ずっと一人。ガルアワーの時に自分、あの、人生2回目のランウェイで1回しか会ってたことないんですけど、当時は AKB メンバー5人で、その楽屋5人だけど、ガチで、あの時あゆがずっと隣にいてくれたんだけど、あゆがいなかったらガチで、ガチのポチなの、本当に知ってるけど知らない人たちって感じだったから、ずっと楽屋で待機って感じ。なんか、そうだね、そんな感じよ。絶妙。あ、でもね、でもよ、友達の友達がいる、ミルキさん。ひーわちゃん、私大親友のこと一番可愛がってる大先輩。でも私とみゆきさんも面識あるよ、もともと同じチーム P だったけど、あの、やっぱそのもう神様みたいな立場にいらっしゃった大先輩だから、私はそんなに、そんなに、ちょっとあの
近づいちゃいけないと思ってて、みるきさんまだ私のこと覚えてるかな。ちょっと、あ、どうも、ひいわたの友達です、自己紹介しようかな。ひいわたの、あ、でもみるきさんのライブ、コロナ前一回行った、多分コロナ前じゃない、2019年か18年くらいの辺かな、一回行った。私のことまだ覚えてるかな。くらいかな。パルルさんは、1年間かぶったんですけど一度も話したことありません。多分私のこと知りません。うん、他は、あー、ミルさん、ミルルンさん、私のこと覚えてるかな。ミルルンさんとか、あの吉田あかりさんとかもいらっしゃるんですけど、喋ったことありますが、プライベートの交流は全くないって感じ。私のこともしかも解明しましたし、多分もう分からないと思うんですけど、そう、解明したからなおさら分からないと思うんですけど、他に誰がメンバー、これくらいかな。覚えてるに決まってる。いや、一度も話したことないよ、一度も話したことない。1年間しかかぶってなかった。うん、てかタナミンさんとかぶってたのは意外やった。当時仲良かった、同じチーム B で、すごい仲良くしてくれてて、なんか一緒に大阪城行ったんですよ。もともとあのみゆさん、竹内みゆさんと3人で行く予定だったんですけど、結局2人行ってちょっとプチ看護しました。話したことなくても知ってるでしょ。どうだろうな。まあ確かに自分のデビューが派手だったけど、まあまあ派手な感じで、一人加入者さーみたいな、うえーみたいな感じでデビューしたけど、派手じゃない、あの他のメンバーに比べたら派手だったんじゃない。映像もこのオーディション、これぐらいテンテン、この人テンでスピーチして一人で歌ってテン、派手だったね本当に。もうそう、特徴的なデビューの仕方だったのね。なんか一人デビューだから、デビュー一人だったから、なんか例えば自分の次研究、次の子、一個下の後輩が16期だったけど、16期はもう11周年の公演でお披露目だったんですよ。ユニット曲みんな歌ってて、めちゃめちゃ1年間ほぼほぼトップってか、ほぼほぼ一番注目されてた、されてる公演でユニットを歌ってた、はい、これから入る子たちめちゃ目立つんじゃないですか。でも人数が多かったから、誰が誰がその場で覚えてる人が多分少数だと思うんですけど、ちょっと自分一人だったから、いい意味でも悪い意味でもなんか覚えやすいっていう立場だったね。今客観視で自分のこと見たらすごかったね。、存在は知ってるかもしれないんですけど、
名前を覚えてないかも。多分名前覚えてないと思うし、名前変えたからね。名前変えたからそれもう分かんないんじゃない。絶対覚えてるわ。いやーいやーいや1年間しかしかぶったことなかったし、当時もまだなんかその2年目3年目やっとちょっと出てたんですけど、1年目なんです何もなかったから。マジャリンは名前も特徴的だし覚えてるんじゃないかな。まあ覚えられやすいけどね、名前が。でもね、現場に例えばメイクさんとか、あ、卒業してからの話よ、メイクさんとか舞台の衣装さんとかに、マチャリンです、え、マチャリンですとか、あの、なんでこの人あだ名で自己紹介してきたんだろうって結構言われ、なんかその そういう顔をされる。もう違います、フルネームです、本名ですって言っていいのかな、わかんないんですけど、フルネームです、マチャリンです、なんちゃらかんちゃらかんちゃらかん、あ、ちょ、名前何でしたっけ、ごめんなさい、マリンちゃん、違います、マチャリンです。もうマリンちゃんね。自分も最初あだ名だと思った。まあね、うん、よく名前アイドルっぽいだねって言われるけどね。うん、フルネームだった、ちょっと覚えづらいと思いますが、まあカンコレは楽しんで頑張りたいと思います。写真集の感想もっと頑張り、あの、待ってます、ごめんなさい眠くて、待ってますね。写真集お渡し会ね、8月4日渋谷、10日大阪、11日名古屋、全部あのお渡し会の詳細はぜひマチャリンの SNS のあのプロフィール欄で見てください。そしてなんか目に入っちゃった、にゃん。そして8月24日、ピレバンさんとコラボしてパミのグッズ出しますし、写真集のお渡し会もそこでできますのでお待ちしてます。最初本当に1回目の17歳だと思ってました。私この前も配信で言ったけど、先月14歳と聞かれたんですよ。違う、あの20歳前後なら未だに言われる。14歳はさすがに違う。びっくりした。お、同じ腹筋になりたいと思いました。お、男性の方、女性の方、え、マジであの自分も頑張らないといけないなって、今全く頑張ってない、腹筋に関しては。今そう、その前ね、7月21日特設サイトのオンライン話し会、3分間のオンライン話し会があります。まあ、普段あのファンクラブでも開催してるんですけど、ファンクラブ会員じゃない方ぜひ
ぜひぜひ。オンラインなので全世界の人には参加できます。はい、ではうわちょっと眠くて2日間睡眠時間ちょっと短かった。頑張った。明日もともと撮影だったけど雨で中止になった。でも結局明日雨降らなかった、降らないっぽい明日結局降る。でもあの撮影はもうなくなったから明日は一日休み。あ、降る、あ、降らない、降らないわ、降らない、あら降らないけど、あ、撮影もなくなりました。ちょっと明日などれ一日空くのはいつぶりだろう。今どこ、一週間、あ、そもそもお母さんと会ってたから一日、丸一日家にいるのはもう2週間ぶりか。うわすごいな、6月もいろいろ頑張ったわ自分。今スケジュール見てて、ひゃー、はい、ではではランキング読みたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。いきます。13位はタカさんです。12位はタチさんです。11位はシフーさんです。10位はケイケイさんです。9位はテルさんです。8位はヤピーさんです。7位はグリーンウェールさんです。6位はエアビスさんです。ありがとうございます。続きまして5位はのんちゃんです。4位はラーメンさんです。3位はワイマズさんです。マチャのマチャのこだわりが詰まった素敵な写真集ありがとう。こちらこそ私の写真集を見てくださってありがとうございますでは続きまして2位はシギタンです。カンコレ出張おめでとう。現場今行けない、行けませんが応援しますね。写真集すごく良かったです。ありがとうございます。うん、嬉しい。カンコレ、まあみんな余裕ある方、関西に住んでる方もとか、余裕ある方とか、ランウェイ歩いてるマチャリみたい方、ぜひお待ちしてます。では続きまして最後1位はパンダ丸さんです。関西コレクション出演おめでとう。写真集口元でヒヤヒヤヒヤしてる写真がお気に入りです。え、私指さしてたっけ、えどこだ、え刺したっけ、こんなあざといポーズしてたの私。なるほどねえ、でもこの一枚私もめっちゃ好きです。多分自分なんかね、さっきも言ったけど構成は一旦していただいて自分も差し替えとかしてたんですけど、多分差し替えの気がする。ふう、みんな写真集ぜひ見てください。お、待って、ふうさんからありがとう。ご自愛好評ありがとうございます。それ手写ってない。はい、マチャリンファースト写真集奇跡と出会った時、ぜひよかったらゲットしていただいて、でご感想もハッシュタグ奇跡と出会った時でつぶやいていただけたらと思います。はい、では最後の宣伝タイム、もうコメント書いてくれたんですけど、8月4日渋谷、10日大阪、11日名古屋、24日大阪、24日渋谷でお渡し会ありますが、
ぜひよかったらお渡しをしたいです。そして8月1日関西コレクションに出演します。楽しみにしてください。もろもろマチャリの活動とかもろもろの情報はぜひマチャリの SNS リットリンク、X、Instagram、TikTok、YouTube で見てみてください。では皆さんマチャリに眠いのでお風呂に入ってから寝ます。皆さんおやすみなさい。また明日配信する可能性ちょいある